攻撃を。ああ、かなり遠いがデカすぎる。よほど非常識なサイズじゃねえと。列車砲か。緊急事態発生。みんなすぐに準備して。各方面との通信をつなげ、砲撃箇所の特定を急ぐぞ。全機構兵出撃準備。いつでも出られるように。戦術家集合。装備は確認しとけよ。この威力は RF の新型列車砲。バラッド校が正規軍用に作らせた代物か。東からなら距離にして800セルジュ。それって峡谷方面。こちらバレスタイン。やっと繋がったか。分かったさ。大丈夫ですか。ああ、こちらは大丈夫だ。だがバラッドってやつが作らせた4機の列車砲が強奪された。ラクエル北の峡谷下に全部が運ばれたみてえだ。幻獣が出たあたりか。バカな、そんな入り組んだ地形にどうやって列車砲を運び込む。確かに自走できるキャタピラもあるそうですが、それでもさすがに無理がありません。バラッドの私兵から話を聞いたが、例の神器が現れたらしい。それが手をかざした瞬間、全ての列車砲が消えたそうだ。空間転移能力。白い神器は空間を操る。それで4機とも運んだのかよ。砲台が。いかんな、住民の避難を急がせよ。こちらは一旦峡谷方面へ向かいます。あ、僕も。俺も付き合います。私も付き合おう。バイクで飛ばせるはずだ。カッカ、パトリックもオリディス方面を頼みます。バカな、今度は全軍を峡谷に送れとおっしゃるのか。そうだ、列車砲を全て奪還するのだ。いいか、無傷でだぞ。元手がかかっているのだからな。カイトの守備はどうするのです。それにここを開けるわけには。あの砲撃の前に守備など何の意味がある。海上要塞はわしに任せよ。これより護衛と向かうのでな。まさか自分だけがここに逃げてやり過ごすつもりか。住所、峡谷に軍を送るにせよ、ここを明け渡すわけに。いや、統合地方軍へのバラッド校の監督権限は絶大だ。たがえるわけにもいかん。だがあらゆる事態に対応できるようにしておこう。第一から第八は峡谷方面へ。俺が指揮を取る。9から12はカイト周辺に展開。避難誘導や被害への対応を行え。イエス、コマンド。あの方の言葉通りか。綱渡りになりそうだが、果たして間に合うか。さてと、オーダーのお時間だ。政府が雇ったニーズヘッグは失敗。元北の両兵たちが列車砲を奪取した。結社の力を借りて峡谷地帯に運び、今現在もカイトに砲撃を続けている。整備不足みたいだが、4機もあるからおよそ5分に1発撃てる計算になるな。
こんな状況になってやっと詳しい情報を。ま、結社の動きもあったからいろいろ手探りだったのは確かでな。とりあえずお約束やっちまうか。灰色の騎士リーン・シュバルツァー、帝国政府のオーダーを伝える。結社と両兵たちの狙いを見極め、この地の混乱を回復せよ。引き受けました。ちょうどよかったわ。アンちゃん、サラ教官、勇士たちも。列車砲の状況が知りたい。これから峡谷方面へ向かう。リーンはどうする？行こう。じゃあ私たちもご一緒します。いや、君たちは念のためこちらで待機しててくれ。そんな。また生徒は置いてけぼりってか。違う、思い出せ。列車砲は確かに脅威だが、それよりも危険な存在がある。昨夜列車砲を運んだあれがどこに現れる可能性がある。そっか。確かにあの白い機体に備えておく必要がありますね。各種装備を整えて待機。どうせ嫌でも協力してもらう。頼んだぞ、7組特務課。イエスサー。緊急事態だ。このままバイクで抜ける。坂を上がって抜けた先だ。急ぐとしよう。どいてどいて。失礼する。
確認、距離約2000。あんたたち飛ばすわよ。ゴさあ出発だ。了解。力を尽くすしかなさそうだな。行くぞ。新規合一参る。任せなさい。行くぞ。はっ、崩れたぞ。やり。任せなさい。はっ。行くぞ。聞くな。見たか、八王が一刀。
せん。力を尽くすしかなさそうだな。行くぞ。新規ゴーイズ参る。やりましたね。よし、掴んだ。せや、はっ、そこだ。
悪いが通してもらうぞ。手強いぞ、気をつけろ。させない。うん、させるか。そうだ。任せなさい。切り刻め。私の本気見せてあげる。はい、ノーザンライトニング。しびれたかしら。行くぞ。引くな。崩れた。みんな一気に決めるぞ。了解。任せてくれ。そこだ。おのれ。任せてくれ。そうだ。今だ。行くぞ。無念。見たか、八葉が一刀。やったね。当然だな。次から次へと。母ちゃん、まとめてぶっ飛ばすよ。強敵ね、上等じゃない。させるか。やったなあ。私の母ちゃん、チェンジ。どうしてテラブレイカー。行くぞ。こう新規こいつ俺の番だな。ヒッ裏早瀬。おのれ。任せてくれ。今だ。ええ、はっ、チャンス。Oh!
の番ね。ダーリン、させない。うん、任せてくれ。やれ、今だ。やらせろ。負けられない、みんなのためにも。やったわね。まだまだこれからだ。から発見。先に進むわよ。よし、掴んだ。やったね。当然だな。染めのシャーリー、それに戦撃だったか。しかも中隊クラス。試練のお姉さん、数年前に一度やり合ったかな。妖精とも楽しませてもらったし、期
耐えさせてもらおうかな。たく、あんたとじゃれ合いに来たんじゃないんだけどね。うん、猛獣タイプか。これはこれで悪くないが。気が合いそうだね。お姉さんみたいなのも好みかな。たく、何じゃれてやる。トバルさん、アガットさんも。遅かったじゃない。あれ、厄介な連中に邪魔されてな。追いついてきやがったか。鬼ごっこも終わりかな。俺たちを巻くとはなかなかやるみたいだが。へえ、これはさすがに厳しいかも。状況が変わった。この場は俺たちに任せとけ。赤い星座はともかく、北の両兵の本体は別の場所だ。敵対や白い神器と同じくな。確かに砲台を動かしているのはせいぜい分隊クラス。大多数の本体はどこに行ったのかということか。でもお二人だけでは。心配無用だ。あ、ランディさん、ミハイル少佐、それにドラッケンにシュピーゲルも。第二分校加勢させてもらう。ドラッケンとシュピーゲル、戦術家メンバーを連れてきたぜ。ちなみに例のブースターを利用して上がってきました。シュライデン流の名にかけてこの場は任せてもらうわ。シュバルツァ、サラ殿に、ユーシス殿たちも列車砲は誓って食い止める。代わりにどうか頼みたい。愚かなる統括者が引き受け、風前の灯火となった本丸を。本丸？統括者ってまさか。本命はジュノーか。また会ったな、獣剣。同じ赤毛同士よろしく頼むぜ。ランドルフだったか。エステルたちから話は聞いてるぜ。よろしく頼むぜ。不当のアービング少佐、ゼロ駆動のランドナーか。永久並みという実力見せてもらう。いいタイミングだね、ランディに。永久クラス2名に国旋風だっけ。面白い若造を見つけたと思ったが、あれはあれで熱くなれそうだからな。作戦開始。4機の列車砲を停止する。風と女神の加護、行くぞ。おう。